切り口っていうのは渡辺選手もそういうところよく周り見てますよね。そうですね。ここでこれやってやろうみたいな。超えすぎちゃったりとかして良くない時もあるんですけど、でも破ったからかっこいいですね。投げ技だったりプロレス技っていうのは私すごく好きなんで、華やかですからね。できる選手があんまりいないっていうのもあるんで、また狙ってます、ね、そう、首投げに行っていい形に見えたんですけどね。投げられながらしっかりガードの中で、そして足はこの間にか上に上がってきて三角の体勢。ここまでできる選手っていうのも男の人でもなかなかいないんじゃないですかね。常にこう自分が持ってきたい形に持っていける選手っていうのも、あーちょっとこれかなり隙間が少なくなってきています。首を手前に引きつけるようにします。お、時間がこうちょっと見てる方もどかしいぐらいにこう、今30秒なければどうなってたでしょうね。藪下さんも多分もっと動きを見せていたと思うし。なるほど。さあもう一つ投げていく、その後です。ここもしっかりガードの中、そしていつの間にか足がもうすでに上の方に上がってきて肩を越えています。ちょっと三角締めで30秒ルールだと無理ですね。あ、そうですか。はい、結構こらえられちゃうんで、はあはあ、でやっぱりただ頸動脈を締められてる苦しさなんで、そうですね、我慢できちゃうんですよ。はあ、さすがに30秒、まあ、残り10秒でかけられたとしても10秒ぐらいなんか、我慢しろって、はい、我慢できちゃうんで。あ、これサイドチョークの形にも入っていますが、ここも我慢してるんでしょうねきっとね。藪下はやっぱり腕十字とかっていうのは一発でパチンと決まるんで、短くても、そうですね、ルール上もそうなんですけど、やっぱり女性選手は関節柔らかいんで、はい、止めるのが早かったりとか、危険だったりとかしたんで。さあ逆一本、その出口に行く、先ほどの形です。もったいない、いやー足が効いてます。逆にリストを握って下で反応がいいですね。これ最大のチャンスですよね。今ですね、取ってましたもんね。取ってましたね。それをうまいんですよ、また三角になって、ここからの何か変化技というかね、欲しいですよね、ローラ選手は。例えばどういう、例えば十字だったりとか関節の方に、あそこまでうまく通っているので、それこそ三角から重くなったり、別にもっと多彩な技を見せれたら、30秒でももしかすると翻弄できて一本っていう場面もね、結構たくさんあったと思うんですけど、あそこまで決まっているんで、ちょっともったいない感じがしますね。さあ首をコントロールして、組相撲からの膝4つ5つ、なんか手足が長いんで、それをうまく使ってるんですよ。首を掴む瞬間とかも、はあ、なるほど、手の長さを利用してという、もう自分の体型も全ても分かってこなしてる、使いこなしてるってことですね、うん、松本さん、しかし本当にこういわゆる藪下が翻弄されてるんですもんね、グラウンドで。そうですね、防戦一方になってるんですもんね、うん、そうですね。やっぱりこう本当にこう注目しなくちゃいけないのは、藪下選手を相手にこの戦いをしてるってことなんですね。そうですね、そこですね、本当に。テレサイ選手が何もできなかったっていうのもこう見ると分かりますよね。そうですね、でもこう藪下選手も投げてるって、多分投げられてる間に体勢を持ってるっていうところがね、一本背負い食らいながらパニックに全然なってないですもんね。そうですね、ここもそうです。その後普通の人っていうのは投げられたりとか、やっぱ宙で体が一回転しちゃったりとかしてしまうと、わけわかんなくなるんですよね。なのでこう練習の中でもこう前転をやったりだのとか、そういうなんていうんだろう、回転系の練習とか、もうその自分が酔わないようにっていうので、はいはい、慣らすための練習とかはするんですけども、なかなかそれも難しいんですよ、ましてや試合なんかで投げられちゃったら、わけわかんなくなっちゃうと思うんですけど、それ冷静に全部対処できてるんですよね。さあここは伸びればというところですが、時間です。藪下防戦一方です。藪下も多分30秒ルールっていうことで、はい、30秒で我慢しちゃえばっていう感じになってて、動きが逆にこう待ちになっちゃってるんですよ。逆に30秒ルールじゃなければ危ないと思って逃げて自分から仕掛けたりとかっていうのが、気持ち的にも出てきたりとかすると思うんですけど、どうしても30秒でラストカウントされてしまうと、ちょっと待ってしまってるかなっていうのが見えますよね。冷静もあるんですね、30秒。私もよくそういうアグレッシブじゃなくなってしまったりっていうのがあるんで、そこら辺とかをね、ちょっと厳しいって動いてもらえると、動いて持って帰ったらどうしようって気持ちもすごくわかるんですが、はあはあはあ、本来はこう展開がアグレッシブになるためにこう作った30秒ではあるけども、はい、このレベルになってくると逆にその30秒がね、こう躊躇させることにもなるか、すごい、それは大いにあるし、はい、本当にこれ頭を打った形ですが、すぐ十字に行きます。最初の形、松本さん、これは大きなチャンスですね。
外れましたか。普通だったらあれ決まってますよ。あんだけ綺麗に取ったら。これもディオガストだから。そうですね。すごいね。ちょっとでも今両者ともやるなお前って感じの。藪下さんもすごい何度も何度もチャンスがあったんですよ。その一本背負いからの腕を取ったままっていうので。ですね。さあこの戦い決勝戦です。トーナメントの中ということで2ラウンド制、判定を聞きましょう。もう1ラウンド見たかったですね。やぶした。さあ1対1です。おお、ローラディオガスト、本当っていうような表情にも見えましたが割れました。しかしながら判定2対1、これでローラ・ディオーガストがこの日初めてやってきていきなりベルトを巻いてしまいました。ベルト3本目ですか。3本目ですね。初代ミドル級女王となりました渡辺選手。いやもう藪下選手を破っての、ね、チャンピオンなんで認めざるを得ないと。まあ、あの技術を見てもそうなんですけども、やっぱ終始攻めてたんで、あれだけできる選手はね、こうアメリカにいるのかと。ですね。松本さんはいかがですか、このディオガストの凄さ強さ。そうですね、いきなり来てこう持っていかれちゃったなっていう、いきなりでも初代のチャンピオンには本当にふさわしい、はい、チャンピオンが誕生したなという感じですね。そうですね、はい、あ、ミドル級のベルトはこう錦ヘビーバラのベースなんですね。うん、藪下を破っての下しての文句なしのミドル級女王となりました。悔しいですけど似合ってますね。そうですね。Congratulations. Thank you very much. How do you feel now? I feel like I want to go and have a cupcake. please give a message for Japanese fans. For Japanese men? Japanese fans. Yes. Thank you for having me. Yeah, they said men. Like, what's up? Men, Laura. I did say cupcakes, right? Go ahead. Thank you for having me here. I'm going to be here till Sunday, and I hope to see more of the city and see everybody here. Thank you for having me. I'd like to come again.